あみにこんにちは。私は普段それほどゲームはしませんが、ゲームにはまることもたまにあります。ゲームの種類もいろいろありますが、FPS ゲームって聞いたことはあるでしょうか本日は FPS ゲームとは何かと私の感想をお伝えします。FPS ゲームはファーストパーソンシューティングゲームの略です。日本語にすると、 一人称視点のシューティングゲームです。私が FPS ゲームで最もハマったのは、Doom という FPS ゲームです。Doom はこんな感じのゲームです。まあこんな感じでですね、銃を撃って敵を倒していくゲームになります。かなり画質は荒いですね。 ただ一人称で、えー、進みながら的を倒していくのはとても心地よかったのを覚えています Doom があー流行ってからですねその後いろいろな FPS ゲームが開発されましたけれども現在でも FPS ゲームはあー人気があるようですね以上ですいかがでしたでしょうか FPS ゲームとは一人称視点のシューティングゲームです 今はいろんな種類のゲームがあるのに、いまだにこの手のゲームが人気があるのは驚きです。まあ時代にとらわれない魅力があるのでしょう。今後ゲームはさらに進化し、現実と見分けがつかないほど洗練されていく可能性がありますね。なのでゲーム沼にはまるとなかなか出てくるのが難しいかもしれません。ゲーム依存症にならないように注意は必要かと思います。今回の動画は以上で終わりです。 ご視聴ありがとうございました。